Morning Jam 3、4、おもろい家族パート2。この時間は関西はゆったり阪急フェリーの提供でお送りします。さあお昼12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、そしてもうね随分と少なくなっておりますけれども、聴けるおもろい家族本 CD 付き5の5、大きな本屋さん、はい、それからねウエストでいうと、福岡市は博多区麦野店、それからね、久留米店に北九州は小倉片野店、飯塚店、この4店舗だけでは扱っているっていうことなんで、どうぞ聴けるおもろい家族本 CD 付き5の5がなくなる前にですね、うどん祭りでうどん食べた、ついでにね、買っていただければなというふうに思います、はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、この時間はそうだな、こちら女性の方、楓さんからいただきました。中地彩菜ちゃん、こんにちは。こんにちは。甥っ子の話、姉夫婦の子供が今度結婚するんです。おめでとうございます。できちゃった婚ということですが、まあまあよかったねと話をしていたんですが、はい、ふとお嫁さんの話になり、それがさと姉が口ごもり出して、挨拶に来たお嫁さんがなんとなく罰が悪そう、どうしたと姉は考えながら夫や息子を見たそうです。なんとなく目で合図してるかなと思ったんですが、その時はそのままスルー。出会いや今の状況などいろいろ質問しながら話をしていたら、甥っ子が結婚すると実は名前が同じになる。何同じ名前やけんという息子。そう、そのお嫁さんと姉の下の名前が同じだった。そんなことあるんですか。これはね、たまーにごくまれに聞かないことはないです、はい、すごい、はあ、同姓同名になる。めんどくさい。でもそんな理由でこの結婚なかったことにとは言えない現実、仕方ない。そこで今まで名前で呼んでいた旦那さんに私のことをさん、お嫁ちゃんのことをちゃんと区別させることにしたそうです。でもそれからの生活でも旦那さんが普段から人に慣れ慣れしいので呼び捨て、2人がえという混乱を招いて、同姓同名は面倒くさい、好きにならないでほしいというのが本心でしたが、そこは仕方ないので受け入れてなんとかうまくいってるわという報告でした。何の話やねんと正直感じましたが、よくよく考えたら現実問題はもっと大変かもと感じて、よく結婚させたなぁといつも思っております、メッセージいたしましたというね。でもね、もう本当たまにですけど、聞かないことはないです。うん、まあね、字が違うとか、字も同じだったら大変だっていうね、そういう話もあったりするんですけれども、はい、一度ね、もっとすごい話聞いたことあるんですよ。何ですか？はい、結婚した旦那さんと奥さんが同姓同名になっちゃった。すごいだろ。すごいです。そう。いやだからなんていうか、そうなんだよ。男性の名前でね、うん、女性でも使えるような名前の方っていらっしゃるじゃないですか。女性からするとね、男性にもこの名前いるよねっていうのがあったりするんでしょうけれども、はい、で好きになった人がたまたま下の名前が同じだったって。でももうね、好きになって、うん、それでね、一生共にしたいってもう迷わなく直接言われたんですよ。そう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 、イベント行った時にね、はい、大牟田で「うん、いや実は私っておもろい家族になるんでしょうけど」って「いや送りなさいよ」直接の報告でした。そう直接の報告だったらここだけのもう驚きになるじゃないって。いや文章力がない、いや文章力いいからって赤ペン先生がいるだろって。そういうこと。いやでも本当にね、生活で不具合あるって言ったら不具合だらけですと。ああ、やっぱそうなんですね。そういうことみたい。まあだからね、まあ字は違うらしいんですけれども、音的に言うと2人とも同じだということでね。うん、ごめんね、もっとすごい話しちゃって。さあそれからね、こちらはですね、20代の女性若菜さんですね。中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。うちの甥っ子姪っ子の話聞いてください。はい、今年家の前の公園で花見をした時のこと。甥っ子たくちゃん3歳がジュースのおかわりを求めたら、誰も何も言わなくても姪っ子愛ちゃん1歳がジュースを注いであげていたんです。うわー、この子は将来上司に好かれる子に育つぞなんていいね、花見の酔っ払いのこう一族ね集まった時にこの子は将来なんていう話絶対ありますからね。うわー、この子は将来上司に好かれる子に育つぞなんて、みんなでワイワイ言いながら微笑ましい光景を眺めておりました。甥っ子がジュースを飲み終えるとすかさず「はいどうぞ」と注いであげる姪っ子。無言で注がれたジュースを飲む甥っ子。飲み終えるとまたすかさず「はいどうぞ」と注いであげる姪っ子。またまた無言でそれを飲む甥っ子。飲み終えたのを確認するとすかさず「はいどうぞ」と注ぐ姪っ子。だんだんそのペースが速くなっていって、食べ物に手をつける暇さえ与えてもらえない甥っ子が「愛ちゃん、僕もういいよ」それが聞こえているのか聞こえてないふりをしているのか構わず、注ぐ姪っ子「はいどうぞ」「愛ちゃん、僕もういいよ」このコントみたいなやり取りが本当に面白かった。いいね、こういう話いいな。こういう話いいな。さあそれからね、これも言っときましょうか。女性の方、愛さんですね。はい、中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。そろそろ本人も忘れた頃かなと思って、ゴールデンウィークに起こった我が家のおもろい家族ネタ。5月4日土曜日、ゴールデンウィーク期間中、家族でドライブしていた時のこと。時間は11時半近く。中学校1年生の娘は車の中でよく眠るんです。その日も最初はいろいろおしゃべりしていたのに、だんだん無口になっていって、もにゃーっとした雰囲気を漂わせ始めたんで、着くまで寝てていいよって言ったところ、もうちょっと頑張るとのこと。でもやっぱり眠そうなので、なんでって聞いてみたら、だってもうすぐおもろい家族の総集編が始まるやろ。それ聞きたいから。確かに土曜日に車に乗った時、よく楽しんで聴いているのは知っていましたが、まさかそんなにも執念深く執念深くって失礼な言い方ですね。でも今向かっているのは平戸。残念ながら流れているのは FM 長崎。これ FM 長崎だから流れんよと言うと、モーニングジャムって全国放送やないとうえーと言いながら、すやすや眠りに落ちていきました。全国で流せばいいのにとブチ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 言う娘。そんな娘を見ながら、あんたがおもろい家族だよと思ったのは言うまでもありません。余談ですが、その日娘は直売所で買った亀の手を大はしゃぎで食べておりましたあ、亀の手って知らない？知ってます。でもそんなにこうちっちゃい時から食べてたものでは私はなかったので。だって大分の方も結構ね、食べるよね。食べます。でもやっぱ大人になってから食べるようになりましたけどね。なるほどなるほど。大人なチョイスですね。なんだそれ。大人なチョイスって。まあだからお酒のあてみたいなね感じの味付けだもんな。はい。おもろい家族パート2でした。